ドメッセージ、シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK ですよ。本当に心が求めた時にシンクロが起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ、来週の日曜日から、はい、日曜日からですね、はい、さあ、まずは火のグループ、うん、情熱の星座、おひつじ座、しし座、いて座、いて座、はい、はい、いて座ーず、いて座ーず、はい、ユーモア、うん、ユーモアを持って物事を捉えていきましょう。おで、深い深呼吸、うん、ね、で、吐いてください。少し忙しすぎて頭で考えすぎていませんか？なるほど。でね、子供のような純粋で屈託のない元気さは疲れていては生まれてきませんよって。ああ、なるほど。純粋じゃないってことだな。大人になっちゃってますね。そういうことじゃない。さあ、地のグループ、安定の星座、牡牛座、乙女座、山羊座。こちらはですね、あ、3人、本当、ユニークさ、うん、今までね、やってきたことが新しい次元へジャンプするときですって、うんうん、でね、発想の転換がキーワードだから、うん、ユニークさっていうのをキーワードに考えていったらいいみたいですね。で、身をね、任せながら舵を取るのはでも自分ですよって。うーん、ですか、はい、あんまりこちこちに考えないようにね。なんか私ともそうだね、火も地も。そうですね、もうちょっと柔らかくし、うん、そうですね、行きましょうとかですね、はいはい、はい、風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水亀座、キーさん、天秤座、はいはい、これがね、本当にやりたいことを自分に問いかけてくださいって、うんうん、何かをやろうとするときに本当に乗り越えなければならないのは自分への疑いだって。自分の疑いに、ね、なるほど、ね、ちゃんとそれを信じるように、起きていることをね、信頼してくださいって。うーん、ちょっとこれは言えないんだけどね、ピンときたことがあったの。シンクロですね。うん、後でね、はい、後で、はい、水のグループ、感情の星座、蟹座、サソリ座、魚座、はいはい、形あるものを知り、形ないものを信じる、うん、固定概念、ね、うん、それは恐れの中から飛び出て、ね、固定概念を壊して、これもまたね、子供の頃のような感覚、綿あめを舐めた時の、あ、パチパチとかね、うんうんうん、そういう感覚を思い出して、自分の本質を知ることは、宇宙を知ることですって。あ、宇宙を知ること。うん、なんかつながってるよね。はい、全体的に今日、今週来週はそういう感じなんですか。そうですね。うん、はい、活用してください、ぜひね、はい。シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。全力。